お、マグロ。マグロ乗っけられるよ。そしてそのマグロを狙うは猫チャッピー。アイコンステッカーレッドを貼れば4面モルカーが完成しましたね。360度どっから見てもモルカーっていう。あはは、ペペペペペペペ、ダンスダンスダンス、ぐる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 、ペペペペ。あ、すごい、俺のポテトめっちゃ回ってるじゃん。ポテト感性の法則の向こう側行ったわ。ハトモルの方の、まあ、お尻の匂いをこうね、はぁ、嗅いで、はぁってなってる、こう。何がはぁっていうね。何がはぁなのか知らんけど、まあ、はぁってなってる。はい。ぷいぷいモルカー、レッツモルカーパーティー体験版やっていきましょう。早速、めちゃめちゃご陽気な音楽ですね。ドンタンス、ダン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 。めちゃめちゃ盛り上がっておりますけれども。もうすでにもう5匹がね、ぷい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 。ぷい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 。ぷい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 言ってますけれども。そんなぷいぷいモルカー、やっていきましょうか。ということで、みんなで遊ぶが2から4人でミニゲーム遊べるよということでね、どうしようかな、みんなで遊ぶか、でもな、まあ一人だしな、一人で遊ぶか、しょうがないね、一人だから。画面の向こうにはこんなにも大きなお友達がいっぱいいるというのに、俺は今一人だからね。さあ、なんか来た。ようこそモルタウンへ。生えている人参食べ放題。なんだって。人参食べ放題。うわー。あんな人参やこんな人参を食べ放題ななんて、もうたまらん。と、早速走り出しておりますけれども。ぷい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 。ぷい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 。ペイ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 、ウェルカムモルタウンということで、すごい人参のでかいオブジェがあるタウンに来ましたけれど、空き地、ぷいぷい建設お気軽にお問い合わせくださいの空き地。そしてチラシが飛んでいったけれど、何もないやんってみんな気づき始めてる。とりあえず建物がもう 100% 立ってる状態ってことだね、これ今。はあ、あ、なるほど。モルショップ、アクセサリーをつけることができるショップ。アクセサリー早速つけてみようか。頭。今、プイコインがね、1万右上にね、表示されてますけど、あるんで、パーティー帽子レッドとか、お、マグロ。マグロ乗っけられるよ。そして、そのマグロを狙うは、猫。チャッピー。チャッピー乗っけることもできるね。あー、その三択か。尖った三択だな。普通の帽子とかないんやな。陽キャか、寿司か猫っていう。あー、寿司かな。あ、そっか、金かかるのか。まあ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 、いいでしょう。1200ぷい買いましょう。買ったアクセサリーつけます。オッケーオッケー。ああ、かわいいね。装備状態になりました、マグロ。じゃあ続きまして。あ、左耳とかってあるんやな。もうちょっとでかいところから行こうか。口。口は、ハートほっぺか、ダンディヒゲブラック。あ、いいね。マグロ乗っけた、このヒゲ親父。不審者ですけれど。ああ、この二択か。一回様子見ようかな。目は、あ、いいね、パーティー目がね。太眉、あ、いいですね、やる気出る感じ。あ、その二択か。まあ、パーティー目がね、買っとくか。あ、でもな、この元のな、この可愛らしい目もね、捨てがたいからな、一回保留。お尻、お尻は、あ、ハートのステッカー貼れて、お尻に顔ステッカー、あ、決まりじゃないこれ。さあ、皆さん、今、目閉じてくださいね。回転させますんで。回転させて、
止めた時にどっち向いてるかを当てるゲームしましょう。はい。あー、これどっちかな、どっちかな、これお尻かな、どっちかな。はい、正解はこっちがお尻ですね。いや、これちょうどさ、マグロが前髪のちょっとリーゼントっぽい感じになって、いい感じになってますけど、これ間違いないやろ。お尻に顔ステッカー、買ったアクセサリーつけます。あー、ほら、ね、こっちが正面ですよ皆さん、騙されないでくださいね。さあ続きまして、あー体右ってやつあるけど、これ体右顔ステッカーないよな、さすがに。さすがにね。あ、シックなリボンがあって、モルカーアイコンステッカーレッド、あー、まあまあいいかな。体左も一緒か。あー、じゃあいいか。あ、でもってことはこれワンチャンモルカーアイコンステッカーレッドをここに貼って、体右にもアイコンステッカーレッドを貼れば4面モルカーが完成しましたね360度どっから見てもモルカーっていういきなり混沌とし始めてるけどそうだね、アシュラか私かっていう、若干仏教の概念も取り入れていくと。あー、素晴らしいですねで、耳にもこんな風にね、ハートピアスをつけることができますけれども、まあこの辺でいいんじゃないでしょうかね。うん、完成でしょう、間違いなく。ほら、すごいよ、ほらズームインもできるよ、すごいねこれ。 OK で、モルショップでは、あー、触れ合いっていうのもできるよな。なんや触れ合い。はい、A ボタンで呼ぶことができます。ピーッと、はい、集合して L ス、なんだっけ、なんか、お、ほ、あ、近い。 A ボタンで撫でる。L スティックを動かしてポテトを撫でよう。よーしよしよしよし。あ、なんか、あ、触ることでポイントを稼いでんのかこれ。おら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 。あ、50Pゲットなんだ。あ、撫でると金稼げるんや、これ。どういう仕組みになってんのかわからんけど。ほらほらほら。この頭のトロの部分を、ほらほらほら。ほらほら、トロ、このように。ほらほら、トロ。すごい。ハッピーゲージも少しずつ溜まってくんやな。でもまあ、このね、ポテトが好きな場所は、まあ、ここやろうな。この辺、ほら、ほらほら、ほら、ポテトのお尻部分を、はい、ハッピー。すごい溜まるな、ハッピー。今までで一番ハッピーゲージ溜まんなかったか、おい。怪しいな、どこがハッピーになってんだ、おい、ポテト。おい。ぷい。ご機嫌度マックスだってよ。やっぱお尻か。ポテト、お尻が好きなんか。ね、このトロの付け根の部分とかも蒸れてくるから、なんか痒くなってくるんやろ。ほら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 。まあ、という感じで、こう撫でてお金も稼ぎつつ、モルカーも喜ばせていくと。まあ、100% になったらな、どうなるんだろうね。なんかできないんだけど。あ、観察モルカーやってみましょうか。あ、今これ散歩なんだ。あー、いるね。白も違うか。なんかね、初心者マークつけてる。プラスで撮影。あー、いいですね。あ、カメラをこうね、上下も。あー、牧草食べてる。いいね。牧草食べてるところを。おい、撮影。見る。アビーだ。アビーちゃんが牧草を食べてますね。あー、割と普通に街なんだね。あ、ていうかそっか、今のアビーちゃんに人参をあげることもできるよな。ほらほら、そんな草より、こっちの方がお好みやろ。あ、ここにご飯を置くことはできないよ。ここはダメ。ここはダメ。ここダメ。ダメ。どこなら置けんの。いや、置ける場所ないやん。アビーちゃん、ほら、アビーちゃん、アビーちゃん、人参食べたくない？人参。ほらほら。これ人参あげるよ。あ、ここだったら置けるやん。ほい、アビーちゃん、ほい。あ、食べてる、かわいい。よし。で、食べてるところを、撮影だね。はい。こういうことやな。
なんかプイゲットした。10プイゲット。そしてこのアビーちゃんもハッピーゲージが 3% 溜まりましたと。なるほどね。おお、パトモル、パトモル、パトモル。はい、パトモルのね、お仕事中ですけれども、はい、お仕事中に人参を置いていく。この世界のモルカーはどんなに仕事熱心なモルカーだろうと、人参には抗えないのだよ。パトモル追っかけたいな。あ、いた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 。あ、あとなんかこの子なんだっけ、なんか武装したりするモルカーだよね、これね。トゲトゲのやつつけたりするやつ。この子なんだっけ。あ、テディね。テディ結構派手なんだよな。あ、なんか、え、なんかイチャイチャしてない、イチャイチャしてない、大丈夫。パトカーと、あ、そしてこの救急モルカー、救急モルカー、これ多分お仕事中なんだけど、人参生えてるからもう動けなくなっちゃったよね。気になるんやろ、取ってあげるよ。ほら、お食べ。あ、食べてる食べてる。あー、うちの子が来た。ポテト、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 ポテトも人参お食べ。ポテト、お尻、ポテト、ほら、ポテトのそのお尻の方も人参を食べ。ほら、人参ね、お尻の方もどうぞ。ほら。口からもお尻からも人参を食べ。あ、すごい、みんな集まってきた、みんな集まってきた。あ、そしてね、あ、うちのポテト、あ、人参取ろうと思ったのに取れなかったから、じゃあ、ね、悲しがってるから、金の方あげる、金の、金の、よーしゃ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 、あーしゃ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 。どうだどうだ、喜んでるかこれ、大変な状況だ。あ、もういっぱい集まってきた。警察も集まってきた、これ。この国の治安もう終わりです。警察も救急車も集まってきたんで、もう終わりです。さあ、そして人参がなくなったのでね、みんな帰っていくと。なんだこいつ。やべえやつ世の中に生み出しちゃったな。ポテト。四面モルカー。やばいな、これ。逮捕されないのが不思議だわ。ね、お姉さんもいらっしゃいますけれど、お姉さんをこう間近でいろんなアングルから見ることはできないのかな。あ、できないようだね。こう、カメラの位置をなるべくこう下にすることで、なんていうこともできないですね。あ、しょうがないね、それは。健全なゲームなんでね、このゲームはね。健全だな、今日も。ということで、ミッション次やってみましょうか。いよいよこれミニゲームかな。どうなんだろう。あ、ミッションはあれか、何々を建築せよとかそういうことかな。秘密の集まり、一回プレイした。あ、ミッションに挑戦するために移動しますか。はい、移動してみましょう。お姉さんにバレないようにたくさんダンスをして一番目立つモルカーになろうだってよ。あ、もうスタートしたんだ。お姉さん、あ、あったねこれ。お姉さんがね、夜寝てる間にね、あ、布団かけてあげるんだけど、友達いっぱい呼んで結局ダンスパーティーをしちゃうっていう話あったね、アニメで。あ、寝てるからみんな入ってきていいよーっつって始まると、あ、お姉さんが起きたら隠れるってことだね。了解。B で踊ってお姉さんが来たら A で隠れよう。了解。B を B で連打連打か。おら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 、連打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 。ああ、隠れろ。隠れた隠れた。おらおらおら、踊れ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 、隠れろ。オッケーオッケー。あ、隠れるまで結構時間猶予あるな。まだいけるまだいける、ギリギリ。あら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 、踊れ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 、ペイ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 、隠れろ。あらあらあら、ペイ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 、ダンスダンスダンス、ぐる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 、ペイ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 。わ、すごい、俺のポテトめっちゃ回ってるじゃん。ポテト感性の法則の向こう側行ったわ。はい、1位、はい、1位、235ポイント、圧倒的ですね。若干4位の子がちょっとかわいそうな感じしますけど、表彰台に上がれなくてね。人参あげようか、それとも俺のトロあげようか。トロ、おっ、ゲームすることで470プイゲットで、これでまたね、いろんな色のマグロを頭に乗せられるようになるんじゃないの。黄色のマグロとか、ハッピーアップ、なんかハッピーアップした。
あさっき撫でた時に上がったあのハッピーゲージかがまたちょっと上がりましたね。で4位の子なぜか4位なのにすごいアップしてるけど、この子さっき人参いっぱい食べたからハッピー上がったんかな、そういうことかな。どうだ、あーやっぱそうじゃん、プイプイレーシングだって。オッケーオッケーオッケー、いいじゃんいいじゃん。難しさがね、簡単がちょっと簡単すぎたんで、そうだな、普通で次やってみようか。あ、普通は製品版で遊べるようになるようなのか。じゃあ難しいもそうだよな、簡単でじゃあやるか。簡単だとまあ簡単だけどね、まあ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 、モル世界の厳しさ教えてやるぜお前らに。速さが命のレーシングにね、マグロ乗っけて走るこの余裕っぷりだからな。頼む、一回でもその前に操作方法教えてくれ、頼む。はい、3番コーナー、なんだっけ、アビーじゃなくてアビーか、アビーだな。あー大丈夫、後ろ向いちゃってるけど、あちょっと待って、アクセルね、アクセル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 が A ボタン、アクセル A ボタンで B でジャンプ、 R でドリフト、 L でブースト、了解。あ、マリカーだな、マリカー、これ何、あ、人参ブースト、人参ブースト、人参ブーストか、やろれ、人参ブースト、ぷい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 、人参、人参ブースト。あ、なるほどね、右下に人参ゲージがあって、 L を押してる間はその、これなんかジャンプ、ジャンプ台おるわ、ジャンプ台、あ、あ、あ、ジャ、ジャンプ台、ジャンプ台おるわ。ジャンプ台使う意味あんのかこれ、おるわ。あ、なるほど、まあなるべく人参を拾おう、なるべく人参を拾いつつ、おら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 、ペペペペペ、人参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 、オッケー、人参100になった、オッケーオッケーオッケー、おら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 、おらおら、ペペ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 ペ、で人参拾って、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 ジャンプ&ドリフト、オッケー、これでクリア、はい、ゴール、1位ですね。あああああ、モル世界の厳しさ教えてやったぜ。まあマグロを乗せてね、もう俺ぐらいになればね、マグロでも1位、アイスコア更新で、またテディが4位でしょぼんってなってんのかわいそうやけど、ハッピーアップ、やった、ハッピーがアップしたってよ、いいね。ちょっとさっきはね、 あまりに余裕だったんで、まあ俺クラスになるとこういう走りをできるってのをちょっと改めて見せてやろうというね。さあ第1のコース、第2のコースみたいな感じでね紹介されてるんだろうけど、これね今間違えて後ろ向いちゃってるんでね、ちゃんと正面向かないとね、ちゃんと正面向いて、ちゃんと正面を向いてからやらないと、やっぱり、おおおおら、オッケー、やっぱりやっぱりこういうことだろ、おら、どうだ、いけ、いけるか、いけてんのか、これはブースト使えてないか、これ、あーそっか、バック中のブーストは実装されてないのか、あーさすがにだな、ちょっとその辺制作陣の方もうちょっとね、こういうプレイをするやつもいるっていうことをぜひちょっと考えておいてほしかったけど、あまりに早すぎて誰もついてこれてない。余裕のジャンプ、ジャンプ、余裕のジャンプ、あ、なんか急げって言われてる、 なんで急がなきゃ、俺今1位だろこれ、ああ、フィニッシュ、あれ俺圧倒的に1位だと思ってたけど、あれあれ、あ俺これダメだ、あ4位だったんだ、あそっか、あなんかごめんね、なんかでもまあいつも4位だったテディ君が2位で嬉しそうにしてるからまあいいかな、幸せそうなんでね、 OK ですね、4位でも 252V ゲットできてるしね、なんかハッピーゲージもちゃんと上がってくしね、優しい世界すぎる、4位でも V コインとねハッピーゲージもらえるというね、素晴らしいゲームです。なんかのミッション達成、バックでプイプイレーシング走るみたいな、そういうミッション達成しちゃった。では、フォトスタジオってさ、さっき試着しながらやったやつとまた違うんかな、あー違うっぽいな。ここでは購入でモルカーの動きや背景を買うことができると、はいはいはい、モルサンレストラン駐車場とか背景があって、
あとは、あ、壁紙も、あ、人参の壁紙とかがあるんだね。あ、ポーズもいろいろあるんや。ノリノリとか、決めポーズ。あ、かわいいね。じー。あ、いいね、いいね、いいね。ポーズかわいいから全部買おう。800Pでじーを買います。決めポーズも買います。表情もあるんや。スヤー。スヤーはもう持ってんのかな？持ってるね。キリ！買うね。絶対買うね、こんなん。フィルター、あ、セピアとかもあるんやね。セピア買うか。オッケー。あとはスタンプ。モルカーマーク、ブルーは持ってて。クラッカー、買いましょうね。クラッカーの形が人参になってますね。で、人参も買うことができる。顔顔もう軒並み顔これあれだな、もうプイなくなっちゃうね。これセットモルサンレストラン駐車場買いましょう。人参も買うと。あー、もう800プイしかないじゃん。もうこうなったらまたかくれんぼしたりレーシングしたりしてお金を稼いでこなきゃいけないと現実じゃん。欲しいもののために仕事頑張るってもう現実じゃん。撮影、現実なんて忘れていけ。気づかないふりをしていけ。じゃあ撮影する場所は今買ったモルサン駐車場にして、いや一回壁紙みたいな。あ、なになに、このサムネにもできるんやこれ。ありがてー。じゃあロゴにしとこうか。あ、床にサムネっていうパターンもあるんやこれ。床、これえどこに出てんだ、左の方に出てんのかな。じゃあ壁をあれに、あ、壁人参の背景、これサムネ、ロゴ完璧だね。オッケーオッケー、ナイス配慮で撮影するものか。まあこの5匹でいいよね。あ、でもちょっと待って、まずポテトってこれ俺のポテトか、これ俺のポテト。あー、マグロ乗ってるね。俺のポテト了解に、あ、じゃあ白も、あ、ちょ待って、ポテト白もで、このね、すごい武装するテディと、あー、俺救急モルカーとパトモルカー好きなんだよね。救急モルカーなんかね、人急いで運んでる時に渋滞しちゃって通れないよって泣いてるところ可愛かったし、パトモルカーも犯人追ってる途中に人参ばらまかれたら人参食べちゃって犯人取り逃がすっていう、そういうのも可愛かったしね。じゃあこの5匹で、行きましょう。で、状況は OK かな？セットに移動しますか？はい。操作するモルカーはもちろん俺のポテト。表情は、あ、今ちょっと左の方にいるんだけど、見えないな。ガイドを消すっていうボタンがあるね。これだね。はいはい。あ、このように、ちょっと移動で、あ、もう始まってんのか、これ。なるほど、なるほど、なるほど。そうだな。まあ、キリッとしとこうかな。ポーズは、決めだな。これ分かりづれな、これ微妙な、これ微妙な動きの差でこっちで判断しなきゃいけないのか、これ。キリ、これだな、キリ。で、モルカーの指示。わー、動いて。あ、いいね、これスタンプ。クラッカーのスタンプとか使うことで、ね、派手な感じになって、お子様とかにもね、アピールしていくわけだね。お子様はもうね、派手なら派手なほどいいんだから、もうこのね、適当にどんどん配置してね、こうね。で、フィルターが、まあ、今はセピアしかないんですけど、まあ、めちゃめちゃ悲しいんでやめておきましょう。ピント、あ、誰に合わせるかってのがあるんだ。へー、いいですね。まあ、うちのポテトに決まってるやろ、そんなもん。当たり前やろが。何言うとんねん。あ、で、ここでようやくカメラの向きを調整できるんだ。はい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 。あ、いいですね、いいですね。カメラの傾きを、あー、なるほど。こんな風にね。あー、いいですね、いいですね。へー。まあまあまあ。あ、ちょっと斜めにすんのも悪くねえな。なんか勢い出るね。この普通に正面もいいけど、ちょっと傾けるのもこれまた、あ、いいですね、これね。勢いが出てくるな、これな。いや、しかしポテトちょっと場所変えたいな。ポテトもうちょっと目立つ場所にしようよ。パトモルをこの辺にして。あー、はいはいはい。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あー、いいね、いいね、いいね。ちゃんとうちの子が主役感があるけど、でもさすがにこれだと事務所の推しが誰かっていうのがはっきりしすぎてて、ちょっと反感買うかなって感じなんで、このぐらいにしとこうか。さすがにやってここまで行くともうピンとボケちゃってっから。
ピンとボケちゃったらさすがにこれ他の推しから恨まれるんで、ファンたちからね恨まれるんで、とはいえここだとさすがにちょっとあんた方と並列じゃないぞと、うちはマグロ乗ってやらせてもらってるんやということで、このぐらいかなね。あ、なるほど。あ、こうやってめちゃめちゃうちのポテトにズームアップすることでっていうパターンもあるのか、これ。あー、奥が深いなこの撮影モード、これ難しいねなかなか。で、まあ慣れてきたら今度ね、うちの子をハッとさせたりとかもできると。あれ、はい、ハッっていうこともできるんやな。ってことは、うちの子をこういうところに配置してこの救急モルカーの真後ろに配置して、でこうすることですごいこうお尻の匂いを嗅いでる感じのこともできるってことだよね、これ。すごいお尻の匂いを嗅いで、なんかキリッとしてる、ほら嗅いでる顔してるやんこれ。で救急モルカーの方はハッてなってるっていう、で隣のパトモルはこう寝てるっていうね、そういうことをできたりするわけやな、これな。あ、いい構図じゃんこれ、ハッてなってるやんこれ、ハッてフフ変態の構図じゃんもう4面顔でマグロ乗っけたモルカー、救急車のケツの匂い嗅ぐ、最悪の構図じゃん。何クラッカー鳴らしとんねん。逆によ、逆の話をするとこいつなんか鼻の下にさ、救急モルカーのケツつけてきちゃってない？なんか嗅ぎすぎて。ほら、なんか、ほら、黒いちっちゃい毛なんかつけてきちゃってるけど、これ。動かぬ証拠つけちゃってきてるけど。早く取りなし、せめて証拠は残さないようにしないと。で、逆に今度は、こう、パトモルの方の、まあ、お尻の匂いをこうね、はぁ、嗅いで、はぁってなってる、こう何がはぁっていうね。何がはぁなのか知らんけど、まあ、はぁってなってる。ところと、まあ、それをなんかやべえやついるなっていう感じでね、こう。何かを察知してる救急モルカーね。あー。ってことは、いや、ってことはよ。何がてことはなのか知らんけど、あ、いいですね。こう、ちゃんとみんななんかさっ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 て、こう、クン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 って、クン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 ってしてる。ちゃんと動きもしてるし。で、うちの子だけもう、はっって固まっちゃってるからな、これ。さっきね、もうお前ひどいことしやがってと。お前、なんか事務所に一番押されてるからかなんだか知らねえか、やりたい放題やってんなと。いうところでの恨みがこうね、今来てるわけですね。でも結構普通に可愛い写真になってるね、これはこれで。で、まずはロケ班から、いいですね、モルサンレストランの駐車場。あー、いいですね、にこやかなね、美味しく食べてくれてありがとうって感じだね。ハッピーであればあるほど変態性が強まっていくという、そのコントラストがね、素晴らしい絵になりそうですけれども、どうでしょう、いいのでは、自分だけ人参をもらえなかったポテト。めっちゃいいじゃん。ああ、いいね、これ。なんか2枚取っちゃったけど。モルサンレストランにみんなで来たのに、でみんな人を乗っけるからね、モルカーは。人を乗っけて、モルサンレストランに来て、まあ中の人が駐車場入っていきましたと。で、中の人が食べてる間、まあ、モルカーにもみんなね、こう、人参が与えられてるんだけど、ポテトだけもらえなかったっていう写真。素晴らしい。いやー、いいのが撮れたなー。まあ、さすがにねー、このまま終わったらかわいそうなんで、ポテトに人参いっぱいあげようか。
まあいいか、こんな感じで。はい。はい、いいですね。平和。素晴らしい。そして、ちょっともう一個やりたくなっちゃったから、最後にもう一個ぐらいやろうかな。人参、あの、人の神と書いて人参を崇める4匹。崇め奉る4匹。そして、それを、ちらっと見る、うちの子。いいなーって感じで見る。あ、そうか。で、これアルバムで見れるのか。あ、撮ったねー。今日一日で撮ったねー。振り返っていきましょうか。まずは最初の方から。まあ、この辺はなんてことはない。まあ、ちょっと構図もずれてるしね。間違えて撮っちゃったぐらいですけど。これは結構ちゃんとやってるね。なんか左下にね、文字も入っていい感じになってますけれど。ちょっとアップにしたりね。うちの子激推しの時代ですね。これアイドルでこのピンボケさんも出したらね、さすがに怒られると思いますけれど。あ、いいですねこれね。ちょっとクン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 と匂いを嗅いで、救急モルカーはーっとなってますけど、はーはーと、パトカーの方をね、気づかない間に嗅いじゃってね、嗅いで嗅いで、縦に連結して嗅いで嗅いで嗅いで、はーっとなってますけどね。人の尻を嗅ぐものはまた嗅がれるものでもあるというね、名言が昔からありますけれども、まさにそのことわざ通りの展開になっておりますね。そして人参を与えられないポテト、でも心配したみんながね、人参買ってくれたというポテト、大喜びでね。そして人参神を崇め奉る4人、それを除くポテト。という感じのね、23枚。いやー、いいですね、撮りましたね。という感じかな。体験版これでね、全部遊び尽くしましたね。うん、完璧に遊び尽くしたんで、今日はこの辺でしょうかね。12月16日に、発売でございます。ぷいぷいモルカー、モルカーパーティー、まあ、その辺で夜モルカーの配信やっていきたいと思ってますので、よろしければそちらもご覧になってください。そして、この製品12月11日の土曜日昼間12時から、公式の生配信、12時間ぶっ通しの配信があるそうなので、そちらも気になった方はぜひご覧になってくださいと宣伝もしておきましょう。また遊びましょう。よろしくお願いします。それではおやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。ほぼ毎日何かしらやっておりますので、よろしければまた次回もお願いします。チャンネル登録、高評価もお願いします。パカオでした。